最新指名契約権ガチャから登場した無料獲得ハイライトコンセイソンメッシュやっていきたいと思います。BT メッシみたいなドリブルできる選手でね、担い手メッシですね。もうドリブルの感じはメッシとね、身長のところも近くて、プレスタルがインサイドレシーバー、ここもね、担い手と同じプレスター。見てください、このドリブル性能は、突破力のね、高さがもう数値からわかるよね。さすがにね、決定力の部分はね、メッシと比べると劣りはするんだけれども、ドリブル力に関してはもう使用感とかもバッチリなんで、めちゃくちゃ抜けるんですよね。速い速い、突破できて、テクニックもあって、さらにですね、スキルも優秀で、ダブタ持ちにルーレットあって、足裏コンカスルーパス、ピンポイントクロス、アウトスピンキック、サイド選手にぴったりのスキル構成からの今回エラ思考をね、追加したので、特殊ダブルタッチ、もはやこの選手は特殊ダブルタッチ BT 担い手メッシみたいな感じですね。それでは早速やっていきましょう。レディゴー。特殊ダブタの破壊力をね、今のフィジカル環境でもね、やれるというところね、スピード証明見せます。さあ見せてくれ。まあインレシなんで割と結構ね、出てきてくれると。さあいいとこ入ってきた。このインサイドレシーバーの動きとね、最後決める今回もうメッシにしか見えなかったね、あの間合い。あそこのゾーンでもコントロールカーブ持ってるんでね、もちろん決定力とかで見るとメッシが圧倒的に上ではあるんだけど、それでも近い感覚でね、ドリブルできるんで、個人的には結構おすすめしたいですね。で、あとバルベルデ使ってます。あー来たー。さあスピードでね、うーえらしこー、もうひたすらスピードでいく。スピードなんだ、時代はスピードだが呼んでくるか。ただドリブルえぐい。うふさあ緩急、緩急、あーアダムス、トニーアダムス、無料の抽選契約権というか DD ガチャのやつだよね。そう、行こう行こう行こう、スピードで無人の技術、特殊ダブター、さらに特殊ダブターで混成層、まずい騒ぎ、山田、おっしゃーナイスめちゃくちゃ綺麗な形ではなかったけど、その前のドリが最高だったね。はい、で裏ですね、これラームできるだけ運んできた。おっしゃーなんかすごい足速すぎてフィジカルが逆にね、もう通用しない時代がやってきたかもしれない。自分でも何言ってるか分かんないけど、いやハッとしたいけどな、これ。よしよしよし、いやハットトリックはならなかったけど、めちゃくちゃ1試合目からもう担い手 BT メッシのような動きを見せてくれましたね。フィジカルではもちろん勝てないけど、一瞬のスピードだったりずらしての切り返しとかはかなり強いからね、そこで勝負。玉際のところもできると思うんだけど、特殊ダブルダッチも生かしながらさらに突破していきます。さあここ来た、これいけるんじゃない。いや PK、 よし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 、縦ルーレットで錯乱しましたね。ここナイスドリブル、ファイブバックをいきなり行きましたよ。あれは止められないよね、もうファウルでしか止めないところで止まんなか、まあ、なかなか多分ディフェンダーも見ない形だと思うからね。裏 ここね、ここ。さあフィネス、ナイス、いやー、えげつねー、マジでタッチやばい担い手の特殊ダブルダッチバージョンっていう、本当にそんな感じがするもんね。2点目がもう完璧すぎましたね、あれは。ここね、1対1の駆け引きがかなりあったんですけど、まずはフィネススライドだよね、そっから特殊ダブルダッチ高速に入れるので、ここで縦に行くふりしてディフェンス寄せつけてるのがカットイン特殊ダブルダッチでファーサイドハイ、
さあで、ここのスピードを生かしてキックフェイント、さらに立て、いや、ナイス、よし、もうこれでフリーキックも決めたらもうメッシじゃない、それはメッシじゃんこのフリーキック、いや、完璧、もうそこしかない、ちょっと落ちるようなね、弾道で、うますぎるわ。さあ見せるぞ、コンセイソンの一撃を。イエス、オッケー、お相手に一瞬の隙が生まれましたね。多分もうここの時点でちょっとね、やっぱりあのスライドでね、ずれたよね。よいしょ、よいしょ、さあ強いね、これよ、うん、一瞬で、はい、やいやー、これは早すぎだろ。それではラスト、コンセイソン行かせていただきます。ドリブルだね、最後もキレッキレの動きでね、完全無料でこの強さなかなかえぐいね。さあ行こう、これはネドベドクルが立っていきましょう。でネドベド、まあフィジカルあるからね、その接触にこう今みたいにね持ってかれるとまずいんで、ちょっと今のは、やらかしましたね。もうちょっと早めにカットにしなきゃいけない。スピードタイプの選手はキレがある代わりに、やっぱ早め早めに判断していかないとね、結構やられちゃうんで、ここもね早め早めに、そう、もう早め早めに、早め早めに行けばね止められないっすからね、えぐすぎ早め早めに行けばね止められないっすからね、えぐすぎ間に合え、コンセイソン、ほい、こっちなんだ。これはさすがにキーパーにはしっかりいましたね。さあこれいけるんじゃないか、ファンデク1対1よぜ。特殊ダブダで落ち着いて、さらに落ち着いていく、あ、止めてくる、止めてんのか、アリソンよく反応したな。さあここもスピードでぶっちぎっていく、もう一個斜め、特殊ダブルたちは間に合わない。さあここでファンダイクとの1対1、うわー、もう関係ねえのかフィジカルをさ先に行く、アイシールド21だ、彼はもうアイシールド21、バルベル強い、うぃーって、また抜き、うわー惜しい、決まってたらもう最高のゴールでしたけど、1点でしたけど、もうドリブル見せに見せてくれたね。はい、ということで今回は指名契約コンセイソン名手でした。このミドルシュート圧巻すぎるね、ちょっとアウト回転かかってるし、ぜひともね無料で獲得できるので、まだまだね若い選手ですからね、今後も楽しみすぎるね。また、ショー、さよなら、バイバイ。